で、次に、善につけ悪につけ法華経をするは地獄の業なるべしと仰せでありますが、この御門は善につけ悪につけ、すなわち、事情と理由の以下を問わず、これが大事ですよ。とかく、こう、自分で正当化するわけだよね。この信仰をこう、ぐっと進めないことは、いや、だってさ、あの人がこうだとか、組織がこうだとか、自分の環境がこうだとか、体調がどうだとか、まあまあ、もう、100万だら理由ありますよ。やれない理由を言い出したら。そんなの関係ないってね。事情と理由、事情ってのが分かりやすくていいな、これ。事情。こういう事情ね、とかってついつい言いたがるけど、関係ありまへんってことね。事情と理由の遺憾を問わず、この本当に日常上人って分かりやすいお言葉してくださるよね。これはまあ余談っちゃあれだけど、おむすばらい法要とかさ、ご大宴の時の芸家様のね、ご説法ね、日見上人の時はね、もう、何回極まるか、ご説法。もうね、全くわかんないですよ。最初の3分の1ぐらいまでなんとなくついていくんだよ。もうそっからもうだんだんこう軌道が、もちろんもう軌道がだんだんこう、無理ってそれが無理が重なっていって、終わる頃にはもう、全然違う。まあどっちかって言ったらこう、そっちの世界、もうあまりにも難解すぎちゃって。すっごいそういうご本物。だからね、本当にそういう意味では芸家によってね、やっぱそういう、僕はまあ二代の芸家しか、お使いしてないけども、それはね、やっぱり芸家によっていろいろ違いがあるな、ってことは。で、日常書にとって非常にこう、平易なお言葉でね、本当にこう、日々の信仰にそのままこう、パッて即するようなお話をね、されてくださるのでね、それはそれで、ね、両方ありがたいですよ。本当にね、ありがたい。本当にそういう芸家の、まあなんかどんな芸家でもその五島大芸家、まあ五千大芸家、まあ今も五人さんでいらっしゃるからね。いずれにせよその芸家様の御元でも我々は常になんですかな、こう、その、このご慈悲の大きな 手の抱えてくださる中で、こんなものが新人させてもらってんだなっていう感じするよね。やっぱ芸家ですよ。だから、そういうのをその他門みたいな感じで聞くとさ、なんかホス絶対主義とか、ホス本物主義みたいに聞こえるみたいだけど、それはね、やっぱ本当の仏法の道理が分かってないからだ。この五門は、まことに尊い根本なんだけど、現時において、この平成29年の現時において、どう自分は信心すべきかっていうことは、五章ずっと読んでるだけでは分かりませんよ。どうしていいか分かんないんだ。自分の、結局、挙句の果てに自分の都合のいいとこだけを拾い読みして、自分を正当化するように御所を読んでいくんですよ。それは御指南にならないんだね。御指南というのは、お前ここ間違ってるぞと。そう言われて初めて、弟子ってのは力となんぼなんだよ。お前ダメなんだよって。それの繰り返しの中でしてっていうのは、弟子は育ってくるじゃないですか。それはやっぱり現五島大御所人に、このこう、今こう動くべきであるっていう御所なのに、我々はご住職を通して、忠実にそこに沿っていくことで初めて御所を読んだことになっていくわけだよ。身で読んだことになっていく。そこがね、わかんないんですよ、浅井。まあ浅井なんかわかりっこないけど、自分でそうやってさ、この御所を嗅ぎ回ってさ、そのもぐら訪問って。わけも見えてないくせにね、この本当の仏法の全体見えてないくせに、地中で、こう、半分めくらの状態で、こう、鍵上がるって。そのもぐら法。それは、本当にその、地下才覚の者ども、まあ、陥りやすいところで。我々は本当に杉半独の気持ちで、芸家様の仰せのとおりにこう、もうただただひたすらそこへくっついてきゃ、もう、それが、創用機微に付して万里を走りっていうそれになるわけだ。そこのところはね、うちらもうどこまで行ってもそこで徹していかないとね、常にこうそれやすい自分ってものになっちゃう。怖いってことだよね。でも本当ね、そうしてみるとありがたい、事情と理由の以下を問わずっていう、これが非常にわかりやすいな。いかなることがあろうとも、シャリオツのごとく、骨源のバラモンの仕打ちに耐えきれず、退転するようであってはならないと仰せられているのであります。と。ここだよ。だどんな理由が、全くここで一致するじゃないですか。さっきの話とさ、こうやって。
どんな事情があろうが、どんな理由があろうが、どんな切ない、理不尽なこと、簡単に言えば理不尽なこと。ありえないような理不尽なことをされても、この菩薩にはから退転しちゃいかんよってことなんだよ。やっぱり猛然と釈伏をしていく。自分を憎むだ、憎むだ、馬鹿にするだ、何でもだ。批判するだ、何だって、あろうがなかろうがだ。だからそれが、その、どんな事情、その、そんなのあんたたちわがままじゃないかっていう、どう考えてもあんたたちわがままじゃないかって言ってることであろうがだよ。その、それでも人を救っていこうっていう、釈迦をやり抜いていこうっていう心から、一号だにも、紙一筋も、その心を、その、沈めてはならんと。ちょっとでも、あ、ダメだとか、なんかやる気なくなっちゃったっていうのは、もうまさにそれは骨源のバラの。めっちゃあるわ。あら、まあ、まさかと思ったけど。いや、だって、本当どうしようもない理不尽なこう理由を言っつけてさ、あ、もういいわ、この人っていうふうに思ったことは。っていうのをしゃべります。と思って聞きながら、ああ。でも、ありがたいところは、芸家がさ、ここ、その話と最後のここをこう、きっちりね、さっきのシャリオスをちゃんと引っ張り出してくださって、この善につけ悪につけ、法華経をするは地獄の業なるべし。つまり、法華経をするは地獄の業なるべしっていうのは、普通に退転することだと普通思っちゃうじゃないですか。そうじゃないんだよ。シャリオスが骨年のバラモンの攻めを、に耐えかねて、菩薩行から退転したんだよ。仏道修行から退転したんじゃないんだよ、あの人は。二乗の行法はやり続けるんだから。だからうちらで言うと、信心をまるっきりやめちまうよっていうふうに、とかく僕もそこをこうやって読んでたわけだよね。じゃないってことなんだよ、芸家がこのご指南によると。菩薩行からちょっとでも退いたら、それがもう法華経をすることになっちゃうんだっていう。そういうご法門なんだよ。だからさ、ビシッと来たわけだよね。どんな理不尽な目にあったって、菩薩行から退転しちゃいかん。菩薩行ということはそのままもう、五戒南様に対する信仰から、まあ、捨てるに等しいってことなんだよ。日蓮だって、日蓮の題目は、授業を受けたに渡れての難民を法蓮華経なりだから、五戒南様に対する信仰ってことは、イコール、授業を受けたに渡る熱烈、猛烈たる一心欲見仏の信仰して初めて、五戒南様に対しての信仰が成り立ってるわけだから、形だけ南無法蓮華経って言い出しちゃったら、それは二条。だから、五戒南様に対する信仰がもうそこで成立しなくなる。つまり、法華経したこと、してたことになっちゃうんだっていう、こういう話だよね。すっげえ怖いじゃん。だからさ、釈迦精神ってそれはその、本当に菩薩としてのね、その、何としても不幸なる人を救ってくるんだっていうさ、向こうが理解しようがしまいが、向こうはこっちを憎んでようが、救ってくんだと。みんな騙されてんだと。特に検証会と学会の人は、ただただ騙されてるだけなんだ。前も例えたっけ、その小さい時に夫婦別れした、その片親、お母さんに連れてかれた子供が、ずーっと別れたお父さんの悪口を言われ続けてきて育っちゃったようなもんなわけだよ。それが検証会員であり、創価学会員であるわけだ。その子供自体に罪はないんだよ。吹き込んだお母さんが人格が悪かったわけだな。お父さんは別に特に悪い理由はなかったわけだ。でもお母さん方にしてみれば自分を正当化したいからお父さんの悪口をずっと吹き込んできたっていう。全くそういう構図なんだよね。だからその吹き込まれた子供たちがギャー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 悪態ついだって、それに対してこちらはまさに我ら忍ぶ人だよ。ニンニクの鎧を着て、この子は悪いんじゃないんだ。吹き込ました浅井翔英と池田大作が悪いんだっていう、それだけは、そこは言っていいよな。吹き込んだやつは。極悪人だと、こんなものって。だけど、吹き込まれた人たちはみんな被害者なんだから、哀れな、本当にこの騙されたかわいそうな。しかもそれ、罪を積ませるわけだからね。お父さんの悪口でお父さん憎んでたって、まあそんなにはでかい罪はなんないかもしれないけど、ゴス商人芸家をずっと憎んでたんだから。足玉に罵り、軽蔑し。そうやさせたのは誰だった？お母さん。でも、詰まらされた子供たちは、洗脳っていうか、そうやって言われて、思い込まされて、でもその罰は自分持ちになっちゃったわけだよね。これをかわいそうと思わないで、どう思えっていうわけだよってことだよ。時々思えなくなるけどさ、だけども、そこを、その乗り、自分じゃできないから、ご恩の様に、このね、二条の心を、断破させてくださいと。断破してください。本当のその菩薩行として、また、
整列な心に戻って一歩前進させてくださいって、これをこのやっぱけなげさが大事だと思うんだよね。それが法華経を捨てないことなんだと、そういう意味に読めるんじゃないですか。骨言のバラモンの仕打ちに耐えられず退転するようで、退転って呼んじゃってますもんね。二条に仏道修行そっくりやめたんじゃないんだよね。二条に落ちただけのことで、うちらで言えば授業だけにはまり込んじゃうようなことだよな。大目と、いやお寺だけ参詣して親御さんも行って、もうそういうもうその邪難のうざうざいやつらはもう罰でも当たんないと分かんないんですわみたいに、そうだから大きな声で言えないけど、法華経の古い人たちにはそういう空気が結構強かったね昔。バカ、あんなバカたちはもう言っても分かんないからさみたいな、っていうのはあったね。今だ、もう今本当にそうなくなってたけどね、この経過のそういう強いその指導性というかさ、経過のその強いこう引きにみんな全国の法華経員たちが、ご僧侶も含めてみんながね、こうグイ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 、我々は特にやっぱり今までさ、検証会で頑張ってきた人たちは、やっぱりそこはな、ある意味そういう変な空気になじまない。で、もう、桁行のない一連大聖人様の仏法はないんだと。それも桁行というのも、こう、型だけやってるような桁行じゃなくて、本当にこの真空三号が、この熱鉄のごとくの熱い、たぎるような情熱と、思いで、やってこそ、それでこそ本当の桁行の、桁行なんだと。いう、その、一応、そういう意味の訓練をされてきてるわけなんだからさ。そこを、やっぱりそこを捨てちゃう必要はないわけよ。ただ、方向が、ただその、たぎってる心はいいんだよ。ただ、浅井翔英を中心とした検証会が広まることが高専力じゃなかっただけで、日蓮聖宗、階段のご本尊様をちゃんと拝める人を増やすっていうことにおいては、その、高専力しなきゃっていう気持ちは、そのままシフトしていいわけですよね。その、全部、何もかも全部、その、身ぐるみ剥いで捨ててこいって言ってるじゃないんだからさ、向きが違っただけだけど、ちょっと向きが、こう、三十度抱かれればいいわけですよ。五階段様って、芸家様五階段様にこう、声がいい。あとは、まあ、昔、その、いやいや動かされてたかもしれないけどさ、だけど、今度は、そこがさ、まあ自分のその心をよくよく、まあ見つめてね、本当に心の底から熱く動けないとすれば、それは、やはり、反省懺悔しなきゃダメだな。うん、それを良しとしなのよ。悪くないっていうか、その、もったいない、一生のこの短い一生しかない時に、このご本尊から得られる功徳というものもね、本当に、その、入り口ぐらいで一生終わっちゃうんだよってことなんだよ。その、熱い、高専ルーフの思いがなくて進行しちゃうっていう街道に馴染んじゃうと。で、三つ子の魂100までもだから、最初が肝心よ。3年以内にその型を作っちゃうと。ブワーッみたいな。ブワーッやって、もうね。それをね、3年の間に、そのなんとなく、この、穏やかな、釈伏に関して穏やかな、穏やかというよりむしろこう、消極的な、そういう方になっちゃったらね、それを変えてくってのはしんどいっすよ。熱いものがね、一旦途中でこうこけたり、ちょっと緩んじゃったものが元戻るってのは楽なの。初めにもうその型ができちゃったものを熱くするっていうのはね、それはもう難しいさ。子供で言えば16、17ぐらいになってからしつけ直すようなもんだから、幼児ぐらいになってね、小学校低学年ぐらいだったら、もういかんってことで、ちゃんと叩き込めるけど、そういうことはいろいろ見てると感じるものがありますよ。だから年数の長い法華経員たちを変えるってことは、新規釈迦を100人やるよりは難しい。その労力を使うぐらいだったら新規釈迦に向いた方がいい。それで熱い人間作った方がいいっていうことにもまあなっちまうわけだよ。法華経入っても四半世紀経ってるからね、25年。まあ、そういう意味では、君たちは宝物なわけですよ。その、古いものにも馴染んでない。そして、ある意味、検証会で、その、熱く自分の身を呈して、釈伏に飛んで歩くっていう、そこの訓練はしてきてるわけだから、これをね、無駄にしちゃったらもったいない。一般の人はそこまで、なんか絶対やってないしね。一般人釈伏した時に。
まず吻行から始まるじゃないですか。そこ押し付け。その次は、そんな身を挺して尺武飛んで歩くなんていう、その状態まで持ってくるのにさ、一般の人尺武してどんだけ時間かかるんだろうって思うじゃないですか。でも、検証版の場合はもうそこでアイドリングはできてるわけだよね。だから今のアイドリングをこう下げたらもったいないですよ。冷えるのは早いからね。だから、やっぱりこうガーッと上げてってもらって。で、向きだけが違ってたんだよってことだよ。向きを正せば、そのアイドリングの構えはそのまんまチョロ Q みたいにバーって言い返したもん。これは本当にね、思うよ。本当に心からのアドバイスとしても。それ何年か経ってみて気がつくことなんだよね。あのおっちゃんの言ってたこと本当だったなって。でもその時は時遅しで、まあ、いい思いをする街道を行くか、時遅しでもう、どういじってもいじっても、もうなかなか、その、綺麗な気持ちで、バーンと突進するというのは、なかなか難しいところへ落ちちゃう。そして、その、よっぽどひどい目に遭わないと目が覚めない。っていうことなんだよね。その、もう死ぬか生きるかの大病になるとかさ、家が破産してしまうとか。まあ、それが、さっきの引き金になって、本気の信心にまたなってくるわけよ。絶体絶命っていう。それを、で、目が覚めるのか、それとも、この街道のままずっと突き進んでって、もう、どんどんどん行っちゃうのかっていうのは、もう5年、10年行けば、大きなその差は出てきちゃうよね。今が本当にチャンス。その、だから時、3年経たない前。あれ、あれると前に3年が経っちゃうからね。時って大事ですよ。その辺ね、本当に、別にあの、押し着せとか上から言ってるわけじゃないんだけど、心からのアドバイスとして言っときますよ。言い残しておくってくださいね。そして、最後ですかね。